Radio Fields 50 Stars 50 Stars。フランプール山村隆太がお送りしている FM802 レディオフィールズ。ここからはレディオフィールズのレギュラーコーナー50スターズ。毎週一組僕山村隆太にとってのスターな人が登場。シーズン2に突入しまして、このコーナーのテーマもトライということで、まあ僕が今気になる夢に向かっている人にトライ。会いたい人、会ってみたい人、応援したい人、注目している人、いろんな角度から、その人が今夢に向かって挑戦していることを覗き見、いや覗き聞きしたいと思います。いろんな人の夢を感じて、僕も一緒に夢に向かって頑張っていければと思っています。今夜トライする人なんですけれども、ちょっと先週ね、ピアノのことで、ちょっとお便りをもらった時に、僕がまあピアノもっと練習上手くなりたいと、上達したいという話をしてた時に、教えてもらったらどうですかと、メッセージをいただきまして、確かにそうだなと思ったんで、すぐに、LINE をしてですね、先週の高橋宏文くんに続き、生中継で、50スターズを、お届けしたいと思います。というわけで、この方です。50スターズ。この時間オンライン中継を結んだのはこの方では、自己紹介をお願いします。どうも、ウィーバーのピアノボーカル、杉本裕司です。よろしくお願いします。杉ちゃん。久しぶりです。いらっしゃいませ、レディオフィールズへ。来ちゃいましたよ。ありがとうね。自宅ですか、それ。自宅です。なんか。後ろに、ピアノで。後ろにね、なんていうの、そういうの。はい、はい。作業部屋です、ここ。作業部屋？そうなんですよ。あ、そうね。すごい、なんかおしゃれやね。はい、いやいやいや、リュータさんもね。まあまあ、いやいや、どこが俺も真っ白の壁しかないわ。殺風景の。殺風景。まあ、この間電話でもちょっと話したけどさ。はい、はい。最近そのピアノ練習をしてるっていうのを。噂には聞いてます。やってんですよ。で、先週ね、それこそ、なんかピアノもっと上手くなりたいみたいな話してたら。はい。ね、メッセージで、なんか杉ちゃんに。杉ちゃん、この間、フランプールの欲しい願いを、インスタライブしてた。うん、やん。そうなんですよ。な。その、カバー、リクエスト、なんかやってほしい曲ありますかって募ったら、うんうん。フランプールの曲が結構上がってきたので。そう、やってくれたの？やっちゃいました。それを聞いてさ、はい。とこに先生おったなと思って。こんな近いところに。ああ、もう一番近いと身近におったわと。はい、身近に。家も近所やし。ほんまに家も近所やからな。家は行けへんけど。そうよ。だからちょっとさ、教えてよ、ピアノ。もう全然わからんよ。でも本当にその、リュータさんがどんぐらい弾けるのかっていうのを全然知らなくて、僕は。前回、このラジオ、この中でも、披露したの？やってない。あ、やってないんですね。やってない。先週とかかな。なんかレッドイットビーをやったんよ。なるほど。ちょっと今、ピアノあるけどさ、この、はい。ちょっと待って、もう間違えた。どうやったっけ？もう C ですよ。キーが C で、めっちゃ超初心者向けの。デリピーがね。そうそう。C ですもんね。全部発見でね。白い鍵盤だけでいけるやん。はい、うん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 。っていうのを、もう感超初心者のレベルね。なるほど。なんですよ。もう完全にコード弾きの伴奏。うんうんうん。で、今日杉ちゃんにさ、せっかく来てくれたし、はい、ちょっとよろしくお願いしたいのが、やっぱその、欲しい願いをやってくれたとも言ってたけどさ、はい。やっぱその、この曲をちょっと、なんかこう弾き語りで、なんかしっとりじゃないけど、うんうんうん、ちょっとこうなんか、ピアノの伴奏で、なんか弾けたら、かっこいいなと思って。なるほど。ああ、でもそれ見たいですね。やっぱライブ。そうなんや、そうなんや、そうなんや。ちょっと今ちょっと試しに、今の状況やってみるよ。あ、ぜひ聞きたいです。ほんま、もうやめてや、もう今めっちゃ、もうずっと突き指してんねん、手が。めっちゃ楽しみやもん。行かなくちゃこの目に見えない感情がこんなにこの胸を熱くするを満たしてゆく、壊れるくらいに雨の日も風の日ちょっと待って、無理。伝わりました。もう、リュウタさんの熱意がめっちゃ伝わってきました。無理やねん。むずいね、黒鍵。黒鍵がむずいのよ。今はちょっとね、このぐらいの伴奏感しかできひんねんけど、はい。これをなんか、
このレベルで聞いていいのか分からんねんけど、ちょっともうちょいおしゃれに、みたいな、できたりすんのかな。今って、ジュータさんって、その、まあ、キーをもう一回ちょっと C で考えると、はい、全部の和音を、うん、もう、下からルート音、根音、その、コードの基本となる音。はい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 。C だったらドじゃないですか、うんうんうん、でその上に3度上の音があって、うんうん、ミでその5度上の音ソがあって和音っていうのができてるんですけど、うんうんうん、結構もうその形で全部のコードを押さえてしまってる気がするんですよ。す違うんですか。だから例えばその今の星に願いをだったら、うん、頭の4つのコードが GA、自分の目に、A、ラララララ、で F シャープマイナーで B マイナー、そうね、俺 B マイナーじゃないですか。で今これって例えば F マイナーから B マイナーに行くときって結構飛びますよね、鍵盤。めっちゃ飛びます。そういう、それって結構やっぱ歌いながらだと難しいんで。はい、もうなんかすげえパニックになります。例えば、その別に楽するっていうわけじゃないんですけど、うんうんうん、そのギターでもパワーコードだとかってあるじゃないですか。うんうんうん、まあ他にも G と言っても G、一番開放弦を鳴らす弾き方と、うんうんうん、バレーコード、人差し指伸ばして押さえる方法、いろいろあると思うんですけど、うんうん、それと同じでピアノも、もう形ってもう自由なんですよ。だから、ソシで、G、ソシ、下から順にソシでって弾いてもいいし、シレソでもいいし。ソシレの、シレソ、こう？はい。まあ、左手さえルート音を弾いてれば。あー、なるほど。それでも G になるんですよ。なるほどね。で、こっからは、ちょっとまあ、コードの作られてる音っていうのはちょっと覚えないといけないんですけど、うんうん、例えば、今の欲しい願いをの F シャープマイナーから B マイナーに行くときなんですけど、この2つのコードって、同じ共通する音が入ってるんですよ。うん、まず F シャープマイナーを押さえてもらっ、普通に押さえてもらったら、まず F シャープマイナーを、はい、それで大体音を覚えといてもらって、うん、B マイナーに次行ってみてください。B マイナーに、はい、はい、気づくかもしれないですけど、黒鍵の音同じ音弾いてますよね。いや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 。ええこれ F シャープマイナーから、オクターブ上に今行っちゃってますけど、うん、音的には一緒じゃないですか。うんうん、確かに。そういうのは結構伴奏で弾くときはもう同じ音ステイさせて弾いたりした方が、ああ、なるほど。めっちゃ楽、確かに。そう、曲としても、ちょっと、まあ伴奏として安定感も出ますし、うんうんうん、まあ歌って弾く分にしても、楽じゃないですか、間違いなく。なるほどね。まあそういうのを結構自分で探したりすると。むちゃくちゃ簡単じゃないですか。へぇ、なるほど。っていうのは一つの、その伴奏のコツだったりもしますね。もう一個、その、この間、リュータさんと電話した時に、うん、もうちょっとかっこよく弾きたいというか。そう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 。ぽく弾きたいっていうことを、うんうんうん。そう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 。言ってたんですけど、うん、なんかやっぱ、はい、なんかさ、やっぱ俺の弾き語りをさ、やっぱそのいろんな YouTube とかで他の人見てもさ、やっぱちょっとなんか素人感がすごいのよね、やっぱ自分の。じゃあ、うん、そしたらちょっと和音から一歩踏み出しましてですね、うん、アルペジオっていうの、まあもちろんリュウタさんあのギターやってるからわかると思うんですけど、うん、アルペジオを少し入れるだけでいい感じに聞こえるんじゃないかなと思うんで、それをちょっと。ちょっといい、お手本いいですか、はい、了解です。じゃあサビいきます。はい。行かなくちゃ。次ちゃん。違うやん。え？それはもう、アホ、はい、アホなの
見た俺のさっきの最初の。ごめんなさい。ちょっと。あのね、それ、気持ちよくなって。ごめんなさい。そんなボケいらんねん。そんなんいらんから。いらないですか？いらないか、そんな。びっくりした。ま、アルペジオ、まあ、いろんな音を入れるっていうのもあるんですけど、うんうん、でもまず、一番基本となるのは、その、うん、アルペジオも全部和音の音でできてるんですよ。へなので、その和音を分解する。順番に1音ずつ弾く、うん。っていうのをやれるだけでも結構、その雰囲気っていうのは変わってくるんじゃないかなと思うんで、はあ、まあ、星に願いをのサビでやってしまうとちょっとしっとりするんで、もう割り切ってそのバラードバージョンというか、うん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 、そういう感じでやると。ああ、いいね、いいね。ギターとはまた違うね、そんな。まあまあまあ。うん、ちょっと、なんかこっちの方がええわ、なんか俺。ええわ。うん。じゃあちょっと、いろいろ、練習もしたいから、今ここで一曲流してちょっと練習タイム、行っていいですか、皆さん。じゃあこの曲ですね、聞いてください。FM802 Radio Fields Radio Fields DJ リュウタ山本 50 Stars。 じゃあちょっと練習したんで、ちょっと発表会します。行かなくちゃこの目に見えない感情がこんなにこの胸を熱くする満たしてゆく壊れるくらいに雨の日もう風の日も忘れなかった涙で濡れた笑顔なくせない何よりも出会いなもの。いやもう今もうこれはひどい。ちょっと待って。武道館で見守ってるみんなが手に汗をかいてもう汗だくなるわみんな。いやでもやっぱねピアノって本当最初は難しいですよね。むずいね。ちょっとそうなんですよ。じゃあ。むずいわ。もう一個だけ。うんうん。もうとっておきの必殺技があるんで。うん、お。それ。教えて。いいですか。もう、それなんでって、もう早く教えてよ、それ。何何もしかしたら見たことあるかもしれないんですけど、うん、すごいピアノを弾ける人が一人いて、うん、素人の人に、黒い鍵盤、黒鍵だったらもう何弾いててもいいんで、僕が下で伴奏しますってやって、うん、なんかぽく聞こえる。そういうのがあるんですけど、これの原理って、その、一つのキー、まあ、例えば C のキーの中だったら、この音とこの音は、どのコードの時も、大体のコードの音に共通して、ハマる音があって、だコードを何弾いてても、ぽく聞こえる音っていうのが、そのキーの中にあるんですよ。星に願いをだと、キーが G なんですけど、うんうん、そのキーに対して5度上の音で、うんうんうん、もう単音でいいです。でと、9度上の音、まあ要するに G の2度上の音なんですけど、うんうんうん、A、A、はい、はいはいはい、この2つ、お、これをずっと弾いて。左手だけ変えていけば、もうこの曲で、セブンスのコードとかが入ってくると、うん、ちょっと合わなくなったりもするときはあるんですけど、うん、でもこの星に願いをのサビだったら、ある程度のところはもういけちゃいます、この音だけで。行かなくちゃ、ここらにね、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 あ、こっちでいいってこと？ほんまや。ちょっと待って。次何やったっけ？B か。ほんまやね。あ、やばい、右手変えちゃうわ。なんで？熱くする、満たしてゆく、壊れるくらいに、雨の日は、
すごい。そうなんです。だから。これも、左手のじゃあルートだけでいいってこと？で、大丈夫です。だから今みたいに、アルペジオっぽく弾いてもいいですし、もうちょっと下の方で、みたいな、もう、伴奏としても全然成り立つんで。こういうこと？そうそうそう。マジ？行かなくちゃ、この目に見えない感情が、こんなにこの胸を熱くする、満たしてゆく、壊れるくらいに、雨の日も、風の日も、最後だけちょっとあれなんです。でもすげえ、ほんまや。そうなんです。っていう魔法の必殺技は。へえ。だからまあこれは説明していくと、そのテンションがどうのこうのっていう話になってきちゃうんですけど。めっちゃ、でもまあ全然聞いてる人からしたら。全然大丈夫。そんななんか俺がやったことその変わらん気がするもんね。うん。なんか最初にこう伴奏とさ。めっちゃめっちゃぽかったですもん。いや俺もなんか、あれ弾けるやんみたいな。これもどんどん発展させていくと、その今 D と A ですけど、うん、もう一個 D のオクターブ上とかも足したりすると、レラレ。これを弾く順番とかを変えるだけでも全然聞こえ方が変わってきたりとか、ちょっと和音を混ぜると。してゆく壊れるくらいに雨の日も風の日も忘れなかったみたいな。はあ。っていうのはいろいろできてきますね。すごいね。ありがとう。ぜひなんかちょっとこれマスターしてください。俺もうずっとこれでやるかもしれない。もうこれラジオで言ってもうたから。言ってもうたからな。あ、楽してるわ。楽してるかちょっと思われんちゃうかも。何言いても。確かに。ありがとうね。いや、これはちょっと勉強になったわ。ちょっと、この際これじゃあ、もう、毎週レギュラーで、オーナー作りましょうか。お願いします。じゃあ、一応さ、最後にさ、はい、ウィーバーの今後のというか、まあ、この、まあ、スギちゃんにとってでもいいねんけどさ、はい、なんかこう、まあ、夢うんうん、夢というか、まあ今ちょっとこんなコロナみたいな時期やけどさ、はい。なんか今後やっていきたいこととか、ライブとか決まってるとか、なんかあったりする？なんもないか、今。そうですね。まあ、発表はしてないんですけど、うん。やっぱ、ね、僕らにとって一番大事なのは、改めてライブだなっていうのは、うん、もう本当はアーティストみんなもそうだし、うん、ファンの方々も、やっぱりライブ行きたいなって思ってくれてる方がたくさんいると思うんで、うん、やっぱりそこで、今、このコロナの、状況の中で感じているものっていうのをちゃんと発信できる楽曲を作っていきたいなと思っているので。そうなんや。はい。まずは今の思いをちゃんと、やっぱりリアルな思いを曲にして、それをライブで生で伝えられたら、もうそれだけで今はいいなって本当に思いますね。なるほどね。そうね。ちょっとね、もうね、リスナーもね、ミュージシャンもみんな耐えてね。ですね、今は。できるよね、楽しみ。というわけで、じゃあありがとうね。じゃあ最後にちょっと一曲、ウィーバーから、俺が好きな曲、はい、武道館、最初にさ、俺がやった時に出てくれたやん。はい。あの時でも聴いた曲やねんけど、大好きな、白鳥夢。お、嬉しい選曲。デビュー曲よね。もうこれ大好きなんで、ちょっと、ピアノの低音、あ、ちょっとじゃあ、ピアノ低音、ね、かっこいいよね、頭の。あ、じゃあちょっと僕がおばあちゃんみたいなの弾いて、曲に。ああ、そんなんあるよ、あり？うお。白鳥。かっこええな。めちゃくちゃうまいな。すごいな。手元見えんでもわかるわ。すごいな。まあ、そりゃそうか。ありがとうございました。
ありがとうございます、というわけでウィーバーから、ボーカル杉ちゃん来てくれました。ありがとうございます。ありがとうございました。